ラグイン H 起動を確認。プラグイン P とのデータリンク開始。バルバトスと同じ白いモビルスーツ、なんか角張ってるけど。もうガンダムの量産は始まっているのか。でもなんだこの獰猛な感じ。先ほど伝えた通りだ。ご退場願おうか。やっぱりネビルアーマー。この前の敵戦型、今度は空戦型ね。次から次へとポンポン新型作って何をしようっていうの。機体のテストを行いデータを得ること。データ収集ならこっちだって本職よ。問題はそのデータをどうするかでしょ。トロに肉ばわり仕込んできたってことは何か伝えるためだと思うけど、私にはそれを答える権限は与えられていない。なんだそれ、埒が明かないよ。少年長、彼から話を聞きたいわ。まずはおとなしくさせましょう。まだか、飛ばしすぎたか、しくじったか、やられたのか。ああ、ありがとう。当たれ、かわせるか、くらえ。これはどうだ。当てる。この程度。まだだ。起動。直撃される。こんなところでそんな、まだやれるぞ。まだか。そこだ。この程度。まっすぎた。ちょっとまっすぎたか。飛行タイプのモビルアーマーにも対応してくる。さすがだな小隊長。あの戦車タイプにどうしたの。必要なデータは揃ったのでね。ガンダムのモビルアーマー、新型を作り変えてる理由は、知的好奇心を満たすためだと言ったら信じるかね。それは君の管理システムね。そんな理由ならハーメスがプロテクトをかけられてる意味がない。蝶より影響力のあるもの。それは小隊長、ガンダムじゃないものに負けちゃダメよ。直撃させる。やるじゃん。これはどうだ。完全な時に当たれ。まだやれるぞ。まだなのか。ガンダムがやられるなんて。心配かけたようだね。大丈夫だよ。感じくらえ。いけ。かわせるか。これはどうだ。くそ、まだか。まだなのか。トランザム。だー。率 50% 引いてるよ。これで人格データの強制が解ければ。何を言っているのかね。私はこの程度では動じはせん。じゃあ今のあなたにあえて聞くわ。あなたたちの目的は何？世界征服でも企んでるわけね。君たちも似たことをしていただろう。歴史をねじ曲げようとしたこともない。アプサラスとの戦い、あれについてあなたはどう思ったの？それは私が判断することではない。感じたことに見えている。当たれ。クソ、まだか。まだやれるぞ。そここの程度やるな。いけ。私はまだ飛べるぞ、小隊長君。叩き落としたってハーネス。その前に何か言うことはないの？何を言ってほしいのかね、リトルレディー。本来の人格が出てこない。プロテクトを強化されたみたいね。何かを引き出すチャンスを狙ってるわけね。私の人格プログラムにエラーなどない。つまりは話すこともないのだよ。本来の彼にはあるはずよ。出なければハロにトロイを仕込む理由がない。まだなのか。まだか。トランザム起動。であー、そこだ。当たれ。くらえ。これはどうだ。肝心なとか合わせるか。そう、まだか。やるな。これならいける。直撃させる。レディー言うの遅い。ようやく戻ったのね。俺が言ったこと、ブレイク修正を奴が黙認する理由を考えろ。いつ言った？私初耳なんだけど。私は聞いてるわ。小隊長お疲れ様。イリオンステーブルに戻りましょう。こんなもんか。お疲れ。戦車型のモビルアーマーに続いて今度は飛行型、幅広く対応してきたものね。少しハシュマルに似てたかも。これもデータを集めてたためかな。ガンダム、戦車、飛行型、次は何だ、次は何だ。潜水型かな。でもミッションにはガンダムラトレイヤ以外のモビルアーマー型は出てきてないよね。そのラトレイヤだってデータ集めや量産型のプログラムテストにしか出てきてないわ。どうもやってることがちぐはぐに感じるけど、ゆな姉さん何かに気づいてなかった？ハーメス、いえ、彼に指示を出しているやつは歴史に介入しようとしてるんじゃないかしら。ブレイク現象を引き起こそうとしているってこと？ミッションには積極的に出てきてないって言ったばかりじゃない。それはブレイク修正もまたしなきゃいけないことだからだと思う。アンビバレンツ。私の超 AI をフル稼働しても意味不明だけど。まあそうなんだけどね。でもこの二律背反を成立させることが奴の目的なんじゃないかしら。私たちがブレイク修正を進めれば見えてくるはずよ。どのみち私たちが現実に戻るためには管理システムの改装に行かなきゃいけないんだし。なんか犬姉さんがたくましく見えてきた。じゃあ G デモリッションセットアップ。さくら、いつでも来い。インストールナンバー0。何それ、かっこいいよマスターハロー。この子たち変な影響が残ったままだけど大丈夫かしら。トロイの木馬の件もあるしね。ウイルススキャン用のプログラムを組んどいた方がいいかも。おほん。じゃあハロー、次のディレクトリへの転送をお願い。データ追跡には気をつけてね。ラジャーユノ、了解ユノ。ブレイク修正とブレイク現象発生、相反するこの2つを同時に満たすこと、それがこの G ユニバースで起きていること、これから起こることの答えになるはず。彼の役目、私の役目、小隊長の役目、多分答えは出る。イリオンステーブル、ディレクトリ移動完了。ディレクトリ移動完了。データの追跡もなし。セキュリティオールグリーン。侵入されたりウイルス仕込まれたり怪しいエグゼファイルがあったりしない？もしそんなのに気づかないなんてことあったら、鼻からスパゲッティコードをインストールしてみせるよ。ユノ、セットアップ。熱々スパゲッティセットアップ。え？あはん。そんなことより考えなきゃいけないことが山盛りよ。ね、小隊長。ありのままに受け入れろという意味だと思うけど、そうすることで何が起こるのかしら。確かに未確定の情報がまだいろいろあるね。多分ハーメスから何かちょっかいがあると思う。その前に調べられることは調べないと。あれ、ゆの姉さん、なんで確信があるの？なんか私に隠してない？何もなくってよ。本当よ、マジ。ゆの、嘘ついてない。ゆの、さくらには悪いけど、彼から接触があるまでは完璧にごまかすしかない。円滑な関係を重視ってことで追求はしないけど、もう少しうまく隠しなよ、ゆの姉さん。ゆの、ごまかし完璧。でもブレイクミッション不完全。不完全ってどういうこと？確かにデータが断片化してたり破損してたり、世界がほころんでいってるみたいな嫌な感じがするディレクトリだね。まともなミッションは一つだけだね。世界が壊れていっている。この件について管理システムから何か指示はあった？それが全然ないんだよね。こっちからの各種申請もずっと保留のまま。まさかシステムダウンしてるんじゃないでしょうね。そこは大丈夫だよ。管理システムが落ちたら私止まっちゃうもん。そりゃそうか。じゃあそのまともなミッションを説明して。時間はあまりないかもしれない。さっき言ってたけどマスターハーメスがちょっかいを出してきそうだから。彼のことだけじゃないわ。沈黙し続けている管理システムも含めて、嵐の前の静けさって可能性は低くはないから。了解。じゃあ唯一成立してるブレイクミッションについて説明するよ。これは初めての歴史だね。え、また新しいガンダムが出てくるの？その通り。フューチャーセンチュリー、未来世紀の歴史だね。国家間の争いを防ぎ、かつそこに兵器であるガンダムが関わる仕組み。お答えしましょう。それはガンダム版。アラートアラート、エマージェンシーエマージェンシー。ハロー、これってイリオンステーブルのメインプログラムに干傷があった時の警報？あ、今回はノープロブレム。自動修復モードで全対応できそうだよ。でもかなり大きなデータの断片が複数発生してるみたいだね。さっきデータが破損してるとか世界がほころんできてるとか言ってた。あれ間違いなくね。調べてみるから、ハル先輩アラートを切って。さくら了解。アラートオフ。アラートオフ。どうやら過去にブレイク修正されたミッションに異なる歴史の断片データが入り込んだみたいだね。修正した箇所に別のバグが発生したってこと？ユウゴ、ガタガタ言わず直せ。プログラマーだろ。あと再発しないようにしとけ、ユウゴ。ハロー。完全な立方体になるまで床に叩きつけていい？怖い。まあまあ犬姉さん、罪深いパイセンを変形させる前に話を聞いてよ。今回の件ブレイク現象ではあるんだけど、史実を壊すまでに至らない小規模なものなんだよ。だから自動修復モードで十分対応可能なんだけど、データ自体は大きいんだよね。史実の一部分やモビルスーツのデータが丸々一塊で入り込んだって感じ。なるほどね。そのデータの塊を除去さえすれば元の歴史に影響はないってことか。ただこれってチャンスでもあるんだよ。断片とは言ってもモビルスーツのデータは完全な形だから。あ、新しいモビルスーツ開発用データが取れるってことね。新しいモビルスーツ戦力アップ。じゃあこういった断片データが混じり込んだ歴史をコンフューズドミッションとして登録するよ。放っておくと自動修復されてミッションが消滅するから気をつけてね。この期限をディビジョンリミットとして登録。じゃあこのディレクトリで選べるのは未来世紀のブレイクミッションと新しく発生したコンフューズドミッションね。イエスマイ姉さん、詳しくはいつも通りハルくんのコンソールから選んでみて。ブレイクミッション、コンフューズドミッション、好きに選べ小隊長。